さあこちらはキリンテチャンネル、ラジオクリスタルの大神キリンが主催しております。キリンはどんな人、キリンは何をしている人という基本の木の部分を本日はちょっとお話ししてみようかな。キリンはですね、 B 型一人っ子、ほぼ右脳しかない、直感型、天秤座、ソロモンの輪がいくつもあるよ、自由人なんてそういうことじゃないんだろうけど、現在は、ラジオパーソナリティであり、ラジオプロデュース、クリスタルのねプロデュースを、16年目続けております。大昔はテレビや、雑誌などを出役側で10年ほど活動していました。大昔ですよ、10代とか20代あたりですね。この辺のことにちょっと興味がある方は、クリスタルのホームページの中に、ストーリーかな、歴史をこうちょっとお披露目しているところがありますので覗いてみてください。で、2008年あたり、自由が丘でカルチャースクールを運営していて、その時10年ほどどっぷりとスピリチュアル分野を学びましてね、そんなことができる機会がたくさん私の前に現れたんですよね。現れたものはなんだか面白そうだなと思ったものは何でもやってみたいタイプなので徹底的にやりました。もともと母親もそういうことがすごく好きで、私も13歳ぐらいから大人の人たちと仕事をしていたので、どんな人かっていうのを知るために生年月日聞いてきてなんていう形で、パッと見なんかこわもてだけど中身はとっても優しい人だから大丈夫よなんていうアドバイスをもらって、13歳ね、大人の人たちとお仕事をしていたりしました。その後私も女子なので占いだったりとかそういうことが好きでちょこちょこはやっていましたけど、本当に徹底的に東洋学から西洋学からいろんな分野のものをその10年間に学びました。でその中で、今キリンメソッド、キリンがこういう形であれば、まだ何にもそういうことに関わってない人でも自分を知ること、自分を知るためのね何かきっかけになって、もうちょっと楽に、生活ができたり仕事ができたり人と関われたりっていうことができるんじゃないかなという思いがとても強くあったので、まずはラジオで、番組の一番最後にシンクロメッセージという形で、来週、エレメント分けにねグループ分けして来週のキーワードをお伝えしてきました。で今年から、そのタイトル、ネーミングを、シンクロメッセージから虹色瓶ということに統一して、お伝えしていく中で、そんなに得意ではない、どちらかというと苦手な分野のインスタグラムを、ちょっとインスタグラムは自分に合ってるかなっていう、できないながらもなんか自分の好きなカラーにできたりとか、なんとなく統一感持たせたりするので、こちらで、ラジオでは毎週金曜日のクリスタルイズムの番組の最後に、虹色瓶で来週のキーワードをお伝えしているものを、インスタグラムの方で虹入れたというところで、お伝えしているのと、で、これは不定期なんですが、いろんな形で自分を知るレッスン、いろんな方向からね、例えば、私は何座ですっていう時も大体が太陽星座の、私だったら天秤座なんですけど、生まれた時に太陽がどこにあったかということで私は天秤座ってなって、そういうね天秤座のところを、来週はどうだ来年はどうだってことを見るんですけど、自分が生まれた時に、太陽だけじゃなくて月や水星や他の惑星も全部
どこにあったかっていうところで、いろんなタイプに分かれるわけですよね。例えばそういうことであったり、まあ、いろんなパターンから、あ、自分はどんなタイプ なのか、自分はどんな例えばライフスタイルを望んでいるのかとか、自分が今どんなエネルギーに包まれているのかとか、自分の心を無視しないで、もっともっと敏感になると、とっても明らかになることっていっぱいあるんですよね。なので、まあゆっくりですけれども、キリンテイチャンネルで少しずつお伝えしていきたいなと思っております。次回も楽しみにしていてください。あ、そうだ、あなたこんなところで喋ってないで写真撮ってきてあげてくれる？そうですね、じゃあ喋っといてもらっていいですか？大丈夫です、次のコーナーが始まるまで喋っておりますのでね。いや、クリスタル、今日は1月の何日だ？今日は3週目か？5日からしてるから、今日は19日で3週目ですよね。なかなかね、まあ、いろんなことやってると、まあ、いろんなアクシデントだったり、まあ、人が関わってるので、人の都合であったりね、状況であったりで、いろんなことがあるんですけど、こんなに今年初っ端からいろんなことがあった年は初めてですね。で、ま、季節もね、気候も本当にこれなんだか徐々にそうなってるんじゃないかと思うぐらい、毎年毎年寒暖差が激しくなったり、気圧がひどくなったり、大丈夫かな日本ってね、思うところもあるんですけど、それに合わせてペットちゃんたちや、あと私たちもね、私たちもだいぶ年を重ねておりますのでね、体調が変わるような年齢でもあったり、あとはそうね、お子さんがいらっしゃるこの年齢の方々は、もう子育てはもう大体一応一段落はしているんだけど、 お父様お母様のことであったり、家族のことであったりをね、フォローする女性はいろんな立場でやっぱり過ごすことがあるので、自分のやりたいことだけでね、やれることはなかなかないので、そういうことも含めて、なんか改めて、私も女性として生まれましたけど、女性のパワフルさって、ただ一つのことをすごく成し遂げるというよりも、いろんなことをあっちもこっちもサポートして、で自分のやりたいこともやってる人たちが増えていて、昔だったらね、今の自分の、昨日も実はね、ものすごい懐かしい小学校中学校時代のお友達と電話で話していて、もう私たちも後半よねとか言いながら、だけどまだまだ自分のやりたいことをこれからやる人たちもいたり、やり続けてる人もいたりしてね、なんかそんな時代に自分自身が入れることが嬉しいなって思いました。そして長く長く会っていなくても、小学校の時や中学校の時のお友達がまだ元気にいて、会おうねだったり、元気にしてるだったり、だいだいちゃんこうしてるよとか、あ、なったよとか、こんなだってみたいなね、そんなお話ができるのも、なんかすごく昨日は、昨日はね、なんかほっこりする時間を過ごしました。そして現在、私の、ライフスタイルの中に関わっている大事な人たちが何人もいます。仕事で関わっている人、あと人生で関わっている人、長く関わ、まあ大体の人は10年以上関わってるかな、変わらず仲良くさせてもらっているんだけど、やっぱり今、すごく時間を共にできる人もいるし、ちょっと離れたところで応援してくれる人もいるし、また復活してまた一緒にできるタイミングが来たら一緒にできる人もいたり、これってね、
その人の関係性ってよく時々ラジオでもお話ししたんだけど、最初一番最初に出会った時は、例えばその人との関係性は人生の中の 30% ぐらいですよ、 10% ぐらいですよ、 5% ぐらいですよって決まっていて、その後はそれぞれのやっぱり愛情と努力なんじゃないかなと思うんです。やっぱり人生でいろんなことがあった時にその人を信じきれなくて、ちゃんと関わることをしないで自分のただのこう思い込みであったりで判断しちゃって、なんだそうだったのかって、まあ例えば腹を立ててだったり誤解したりして、その関係性がなくなってしまうっていうのはなんだかとっても寂しいような気がしますね。そんなことをいろんなことを感じて思う今日この頃でございました。